カッパ園長グッズ第4弾、えー、オンラインサロン1周年記念のお知らせです。本日、えー、2月23日からあ3月20日最終日を予定しておりますが、数量限定になっておりますので、えー、ご興味ある方はお早めにどうぞ。はい、カバーチェブクロ、カッパ園長です。じゃあ今度はね、えっ、ー、と、海外。 えー、多分、南米とか、う南米じゃないな。なんか、ラテンアメリカ、あ、だやっぱそうか。の人にね、えー、なんか、ある質問されたそうで、それが話題になってたみたいなんですけど、えー、なんかね、ぶっちゃけ、日本人、まあ、日本ってどう思うなんかそんな質問がね、ラテンアメリカの人たちに向けてされたそうで、でその回答がね、こちらっていうことで話題になってたみたいなんで、えー、ちょっと見ていきましょうかね。日本についてどう思いますかと。うん。 ーどう思うなんかぶんざっくりした質問ですけどもね。で、それに対して、えー、答えが、あ、これちゃんと国籍書いてありますね。まずブラジルの人が、あひどい労働文化と <laughs>、高い自殺率、豊かな歴史、絶対訪れたい国。だけど住むのは嫌。なるほど。で、このベネズエラの人、日本車大好き。で、次またブラジルの人が、日本製が好きだよ。でも日本人にな,なりたくない。で、このウルグアイの人、アジアのドイツ。 アジアのドイツと来たか <laughs>。で、このチリの人、日本の映画とかテレビは好きだ。で、エクアドルの人、訪れたい国。でも僕の国は発展途上国だけど日本よりは好き。まあ誰でもね、普通は祖国、母国の方がなんだかんだ一番ってなりますよね。逆にそうなってなかったらそういう人たちの方がなんか信用できないですよね。で、えっ、ー、と、アルゼンチンの人、日本人に対しては、あ異形の念、尊敬と、いいなんか異形の念。 えと恐怖を抱いていてるで、えー、このコロンビアの人、を勤勉な人々とタコの変態って何だろう踊り食いのこと言ってんのかなえ、タコは踊り食いしないか。で、あ、それは違う国でしたね。<laughs> で次、エルサルバドルの人、えー、外国人嫌いで人種差別、混沌としたライフスタイル、自殺率がそれらを裏付けている。これは何だろうな。あ南米の各国に住んでるねお隣の人たちなのかな。<laughs> で次、えー、プエルトリコの人が誇張している。誇張している。何をどう誇張してるのかな。 えー、あ、イタリアの人、えー、アニメ、漫画、料理、歴史とかすごく好きだけど、労働文化、学歴社会は怖くて息苦しい。で、アルゼンチンの人、労働文化は最悪だ。なんか労働のことを言ってる人がすげえいますね、えー。テレビ以外のメディアは大好き。えー、ドミニカの人、えー、すごく印象的な国と社会、独自の問題はあるだろうけど。で、またアルゼンチンの人が、イルカやクジラ殺すから嫌い。でも柔道発祥の地。<laughs> えー、メキシコの人が、あ大体アニメかなクールだ。で、プエルトリコの人、えー、間違いなく魅力的な国、えー。孤立しているけど、あれ日本で孤立してましたっけ、えー、世界の文化や政治で影響力がある、えー。歴史や技術は過小評価されてはダメだと思う。出会った日本人は皆親切で敬意を持っている。えー、文化の違いや働きすぎはあるけれど、えー、国全体を否定するようなものではないと思う。まあこんな感じだったんですけどもね。うん。 なんか思ったほどなんか反日になんか傾いてる感じではなかったですけどもね。そう、えー、まず労働、あと自殺率、うん。で、なんかちょっとクジラとかなんとかって言ってる人がいましたかね。この辺から目立ったコメントではね。うん、まずこの自殺率うんぬん言ってる人って、世界の自殺率、世界各国のね、えー、数字、集計、統計を見てから、比較してから言ってきてほしいですよね,、うん、ね。アメリカとどっこいどっこいって話は結構いろんなところでいろんな人がね、してるはずなんですけども。 まあ、とにかく日本のこの労働文化、労働環境、ね、えー、あと、そ、それから来る、この自殺率の高さ。まあ、そういうね、国、そういう評価を、なんかこうね、一般化したいのかな。な、どうにかしてね。<laughs> あと、そのね、このクジラ、あまあ、その、なんだろうな、結局ね、えー、まあ、そのさっきの自殺率もそうだし、ね、このクジラについてもそうですけども、ね、あの、日本よりもね、は、え、る、ー、かに上回ってる国、地域っていくつもあるじゃないですか、ね、お隣だってそうですけども、まあ、確かにね、えー、言われてみれば確かに、この例えば労働環境ね、うん。 もう全然いいですよと、何も問題ないですよとか、ね、そんな状況ではないですよね。うん、それはどの日本国国民だって、ね、みんな分かってますし、まあ確かに自殺率、ね、先進国の中ではまあ高いんですけども、まあ、凶悪犯罪率の、ね、ぶっちぎり高い、例えば中南米の、ねえー、まあ他の国地域もそうですけど、今回はまあラテン系の人たちに、ねえー、投げかけた質問に対する答えというお話だったんで、えー、よりはね、うーん。 まあ、日本生まれ、日本産の日本人だからっていうのを置いといたとしてもね、は、う、る、んまあ、かにね、暮らしやすい、安全にっていう意味でですよね、うん、と思いますけどもね。うん、だってね、まあ、具体的な名前はあえてどこ,の、ね、どこだっていうのは言わないですけど。 名前聞いただけでもね、なんか寿命が縮みそうな、ね、物騒な国々からね、散々に言われてて、ちょっとね、びっくりしましたけどもね。うん。まあ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 、言ってもね、あの、どこの国地域出身の人だって、自分のこの出身国、ね、なんだかんだ問題はあって、ね、母国が一番だよ、っていうのはすげえわかるんですよ。これはどこの国地域の人にもね、普通は言えるはずですよね。そうじゃない国地域の人たちの方が逆になんかね、え、なんでって思いますよね。 うん、だから、こうすぐ、このね、祖国母国を捨てて、やれ、移民だ、難民だっていう人たち。うん、だからあ、まあ逆に考えたら、そういう見方をしたら、この例えば南米からの移民の人がやたらと増えてもらっても困るんで。 ね、日本という国が荒れても困るじゃないですかだからもっとこういう調子でね、えー、日本ってね、うん、観光地としてはいいのかもしれないけども暮らすにはね適さないんだよひどいんだよ労働環境がさ、ね、自殺率も高いんだしさ、ね、まあそれぐらいの悪い印象を持ってくれてた方が逆にいいかもしれないですよねうん。 だからやたらめったらこのね外国からのね、ね、えー、よそからのこの移民ね、えー、がなんてううかなこうやたらにこう増えないことで、えー、治安が守られて,るっているう,ういう現状現実がありますよね、うん、だから、それがね今、ほら結構ねちょっとずつですけどもねここ何年かの間に結構崩されつつあるじゃないですかこれ何とかしたいですよね、実際ね。うん だから、まあ、そうですね、さっきの話に戻りますけど、例えばこの自殺率とかね、えー、学歴社会だとかね、息苦しいとかね、えー、労働環境最悪みたいな、うん、まあ、そのある一点だけを取り上げ、切り取って、えー、まあ、その全体的にね、ずいぶんひどいんだ、みたいな、まあ、誤解ですけど、ね、誤解なんですけども、誤解のままでいいかな、みたいな、個人的にはそう思いますかね、うん、まあ、褒められてばっかりってのも逆にほら、なんか、ええー、みたいな、 なんか不自然さというかえ、どういうつもりでそういうこと言ってるのかなって、なんか疑ってかかったりとかね、まあ平たく言うと気持ち悪いじゃないですか、ね、やたらにこう日本よいしょ日本上げ、さすが日本、すごいな日本、素晴らしいな日本とか言われてもね、え、何って思いますよね、うん。だからまあまあ、こんなもんでちょうどいいんじゃねえのかなって、<laughs> 正直思いますけどもね、うん。 だからただ、これはね、南米特有なのか、ね、ラテン系特有なのか、ちょっとわかりませんけども、なんかこうね、ちょっと軽くないですか <laughs> でしかもこう自分の自分たちのことは、ね、棚にあげといて、なんだろう、この,あの例えばね、あのねまあ、国と国をこう比べてた時って、その全てにおいて1 0 0ロで、ね、どっちかがねパーフェクト、完勝って普通ありえないですよね。 うん、だからポイントポイントでね、なんかお互いにほら、ね、な相手はない、自分にないものを持ってたりとかって、そのお互いにあるわけじゃないですか。普通なんかそういうのに対するこうね、うん、こうこうこういうところがね、えー、まあなんか例えばブラジルでもなんでもいいんですけども、アルゼンチンでもなんでもいいんですけどもね、えー、日本と比べて、えー、こうなんだけど、でも逆にね、日本と比べたらこういう点ではね、素晴らしいよね、ブラジルとか、なんかそういうリスペクトみたいなのがないですよね。 うん、なんかね、その辺ちょっと違うのかなって思いますよね。うん、ねしかもこの海外から。ね最近特に多いですよねこの、えー。ぶっちゃけ日本のことどう思うみたいな。 で必ずその話、ね、もうなんかなんとかの一つ覚えみたいなこの自殺率、毎回出てきますけどね。うん、まあ、でもね出てくるんですけど、特にこのアメリカなんかではこのなんていうの自暴自棄で、ねうん、家族とか隣人をね、うん、命を奪ってで本人は警察にね始末されるっていう消,消極的なこの自殺みたいなちょっと言い方が合ってるかどうかは微妙ですけど、は日常茶飯事なんですけどもね。うん まあぜひね、えー、じゃあ逆にね、じゃあいいでしょう、ね。自殺率はじゃあ日本が高いで結構ですけども、他殺率は話題にしないんですかうん。ね、うん。どうなのかなあとその労働環境の話もしてましたけど、ラテン系の方々、国々、地域っていうのは、日本、す、すべての国より日本の労働時間って短かったような気がしましたけどもね。うん。まあいいでしょう。 なんか、あれかな、ドイツが依然、ヒトラー、ヒトラー、ね、ナチス、ドイツ、ヒトラー、ね、そんなこと言われるように、日本はなんかこの労働環境とこの自殺率の高さ、これがなんか最近のトレンドというかテンプレなんですかね。うーん <laughs> まあいいでしょうねおそらく全てこのねあの全てって言っていいと思います欧米メディアからの要はほら反日メディアって日本国内だけじゃなくて海外にもたくさんあるじゃないですか例えばイギリス BBC なんかね、うん、だからその辺からのこのステレオタイプじゃないですかねだから労働は確かにねあの労働時間だったらね、えー、比べてアメリカだって意外と長いし多いですよねうんまあだからね うん、海外の人たちのことを、何だろう、何でもかんでも植えるかも好意的にね、受け止める必要はないってことでいいのかな、うん <laughs> おそらく50年後も100年後もね、あまり物事よく知らない、日本の実態知らない、ね、誰かから聞いたことっていうのをそのまま鵜呑みにしちゃってる人たちって絶対一定数いますよね。だからおそらくこういう反応ってずっと今後もね、半世紀後も一世紀後も続くんだと思いますんで。まあそれはそれでいいんじゃないのかなってところですかね。ちょっと冷めすぎですか <laughs> まあ僕個人的にはこんなもんでいいのかなって思っちゃいますけどもね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。